クレジットカードでのご利用料金のお支払いについて。あれ、先輩どうしました？毎月のスマホの利用料金の支払いをクレジットカード払いに変更したいんだけど、どうやっていいかわからなくて。ではクレジットカードによるお支払いの手続きとよくあるお問い合わせについてご説明しますね。毎月のご利用料金のお支払いをクレジットカード払いにするには、契約者ご本人名義のクレジットカードが必要となります。クレジットカードの名義とドコモのご契約者の名義が同一の場合のみお申し込みになれます。お申し込みの際、エラーとなってお手続きができないというお問い合わせがあります。この場合、クレジットカードの名義とドコモのご契約者の名義が異なっている可能性がありますので、ご注意ください。わかりました。クレジットカードによるお支払いのお申し込みは、マイドコモでのドコモオンライン手続き、お電話、ドコモショップ D ガーデンで受け付けております。ドコモオンライン手続きでお申し込みになる場合、 D カードおよび本人認証サービス 3D セキュア 2.0 に対応しているクレジットカードのみご利用になれます。本人認証サービスって？本人認証サービス 3D セキュア 2.0 とは、お支払い方法でクレジットカードを設定変更する際に、クレジットカード発行会社の認証としてワンタイムパスワードなどを入力いただくことで本人であることを認証するサービスです。クレジットカード情報の盗用などによる不正利用の被害を未然に防止することができるんですよ。へえ、そうなんだ。本人認証サービスを設定する場合は、ご利用のカード発行会社のウェブサイトなどであらかじめパスワードのご登録をお願いします。はい。また 3D セキュア 2.0 非対応のクレジットカードもありますので、詳細はご利用のカード発行会社へお問い合わせください。パスワードの設定変更などにつきましても、ご利用のカード発行会社にてご確認ください。お電話またはドコモショップ D ガーデンにご来店してお申し込みになる場合、ご利用可能なクレジットカードは事前にドコモのウェブサイトよりご確認ください。本人認証サービスについても分かったし、これで料金の支払いをクレジットカード払いに変更できそうだ。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。